まあ、もう一回やりましょう。城太郎さん、ちょっと本気を出す必要性があるかな。まあこの程度の敵でやられるわけにいかないんでね。会話を実況を無視してでも、ああ端にやられるとダメやな。おお、むずい。端はやばいな。これバレないやな。今全然気にしなかったですけど、一回負けるとパワー全開になるんや。だから勝てたやな私も。ああなんか毎回これ食らうな。オラオララッシュでなんとかよし、なんとか削る。ああ覚えたのやねえぞ。ほらほらほら、ラッシュいけ。ナイス、いったろ、入ったろ。オッケー、いった。ちょっとさっきから戸を上げていた影響で風の音が気になって集中できませんでしたっていう言い訳を第6話恐ろしき風影言い切れてね。窓から落ちてくるなんて普通じゃねえな。え、あ、私ですか。とぼけてんじゃねえぜ。いやでもこれ強いよね。影ですよ、影。もう正直もう3部の話ちょっと言うたら失礼なんですけど、ほとんど覚えてないんですよね。ただうざい。ああこれうざいな。あ、これうざい。オラ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 ラッシュ。オラオラオララッシュ。オラオラオラ。おわ。そうやった。こういうことになるんやったね。お、いけ。くそ、まずい。いけ、当たったろ。よし、削れ。いや、いい感じになんか当たってくれるけど、そっち。おお当たるな。くそ、これの銃がうざい。あー、うざい。あー、やばい、この試合負けたかもしれない。あー、これ終わった。ちょっとこの試合は諦めましたね。いや進め、入らない。オラ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 らし。オッケー、入ったろ。もう一回入れ。終わった。いやー、なんとか倒した。全然実況になりきれてないな。
いや、ジョジョの話ね、ちょっとジョジョの話もしたいんですが、格ゲーでちょっとそんな余裕がないですね、私の中では。エジプトにたどり着き、ディオの館を探していった一体どこだ。ポルナル、おい見ろ、この館は。これ何だったのかな、写真に写った、あ、雰囲気でここにおるっていうことが分かったっていうことか。我々の旅はついに終点を迎えた。突入するぞ。あー、バニラアイスバニラアイス絶対最強ですよね。二つに分かれ館内に侵入した。なんだこの破壊の跡。危ない。やろう。普通に戦って勝ち目ないよね、バニラアイスに。まあ、おう、おら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 ラッシュ。よし、おら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 ラッシュ。よし、オッケー、いけこの野郎。おらおらおらラッシュ。まずい。よし、おわ、この野郎強え。お、当たんねえ。当たるよ。くそ、くそ、誰が。おら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 、まずい。どう避けるかが今一応分かってない。オッケー、倒した。あれの避け方どうなんかな、ちょっといまいち。オッケー。おわ、クソ、誰が。ああ、オッケー。あ、まずい、失敗した。二段ジャンプでやっぱ避けるのが正解だな。オッケー。おお、後ろとは面白い。ふふふ、ほらほら、いけ、ナイス。よし、ああ、おお、来た、やばいな。オッケー、いったろ、死ねえバニアイス。あの、ぶっ飛ばす技さえ逃げ切れれば弱いもんかもしれんな、バニアイス。死ねえジョータロウ、てめえ。光を浴びて死んでしまうと。この階段の上がディオの部屋なのか。こんな奴がいたぜ。すまねえ、俺を助けるぞ。確かこのバニラアイス戦でかなり肉を削られたような気するんですけどね、ポルナレフさん。案外元気にやってますよね、これ。ではその棺桶の中か。こいつらぶっ殺してって。ああ、え、俺どうして抜けたか、棺桶の中に。いや、こっからすごいのはスタンドを使って空飛べるようになるっていう謎の現象が起きるってことですよね、ここから。今日は何を待ってたんかな。ディオ何をしたかったんかな。ちょっといまいち分かんないですね。ジョタロウ来るんじゃない。
まず追いぼれからだ The World。 ああ、あっけなく。オラオラ、ラブラらしい。無駄。ちょっとまずはスタンドを回復。おお、去った。そんな技もあったな。オラ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 らしい。OK。おお。うん、あ。よし。もう一回打ってこいよ、ポケヤン。あ、な。いけ、オラオララッシュ。ああ、まずい。そんなつもりじゃなかったの。ああ、斜めに飛びたい、私は。オラオラオララッシュ。ああ、強い。まずい。ここで死ぬわけにいかんな。オラオララッシュで何度か削る。オッケー、削れるや、これで。オッケー。なんとここでとりあえず勝たないと。そうか、一回勝つとこれが起きるんか。ジョセフから、おお、干からびてます。ポイッと使い捨て、ジョセフの血をいただいて。こんだけ血出して大丈夫なんですか、せっかくもらったに。最終ラウンドっていうやつだ。ラウンド3。オラオラ、オラ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 。終わりかな。死ねえ、ジョー太郎。このディオで。セリフ。てめえは俺を怒らせて。いやー、結局、ディオには勝てたな。献血、輸血してもらってますけど、血液型一緒だったんかな。知らん間に家教員が死んでいる。まあね、話を知ってるからいいんですけど。あの二人はなんとなくね、ポルノアルプから俺を助けるためにみたいなこと言ってましたけど、ジョセフでやったら変わるんかな、ちょっとわからんが。それじゃな、しみったれたじいさん、そしてあのケチなマグロって。うん、ジョセフかっこいいよね。ポルナレフはいくつなんかな。2人が帰ってくるのよ、パパとジョー太郎よ。ホーリーさん、はい、ということで、実況にほぼなっていた、いなかったと思われますが、実況動画、やってきました。
そうですね、実況できていなかったので、まあ、とりあえず普通のバージョンのジョジョの奇妙な冒険、未来の遺産じゃない方のバージョンの方もちょっとプレイしてみましょうかね。この後、まあ、実況撮るかどうかわかんないですが、ちょっと実況は撮るだけ撮ってみて、もし声が入っていなかったら、ああなんかさせていただければと思います。まあそんな感じでちょっと続けてやってみましょうかね。ちょっとね、キャラクターどうしよっかな。ジョー太郎じゃなくてちょっと違うキャラクターでやってみるのもいいかもしんないな。ジョセフでやってみようかな。最後どうなるんかな、ちょっといまいち覚えてないですね。いろんなキャラでやったような気がするんですが、確か普通にディオとかでもプレイできたような気がするんですよね。ペットショップ、ちょっとうろ覚えですけど、何でしたっけな、この磁石使える女のキャラクター個人的に好きでしたけど、あ、こいつも出てこんだな。コロナルフでやれば出てくるんかな。バニラアイス、吸血鬼になって城の外出んだから、こいつ好きですね。昔ジョジョこのゲーム買った時、よーこいつで遊んどってな気しますわ。アビス二刀流か。でディオ様と、はい、ということで、実況動画を、ゲームオーバー、絶対これ、とっとと入る前に、なんていうか、終わると思うな。せめて、O ぐらいは入れたい。お、いった。のー、とっ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 と、OK、来た。珍しい。格ゲーで私、とっとと入れる前に、時間が終わってしまうパターンが多かったけど、ほら、もうね、01ってつく時点でコンティニューしたっていうことがわかるという、このね、カープコンの格ゲーのお決まりですよ。あら、キノブ。え？おい、どれ、手合わせ願おうか。はい、ということで、ジョジョの奇妙な冒険、未来への遺産、実況プレイ、これで終わりたいと思います。ご視聴いただき、ありがとうございました。では、次回作でお会いしましょう。失礼します。